バレロテキサスオープン2日目5日 TPC サンアントニオオークス C 米テキサス州7438ヤードパー721アンダー米国男子ツアーはマスターズ前哨戦のテキサス大会が開催中2日目のプレーが進行中で午前スタートの松山秀樹は第2ラウンドのプレーを終えて予選通過圏内に浮上した初日は調子が上がらず80位の滑り出し 二日目もボギーが先行したが、二つ落としてからは四つのバーディを奪いトータル2アンダーでフィニッシュ。ホールアウト時点で暗いと、順位も上げている。第一ラウンドを30位で滑り出した久常梁はこの後午後スタート。1アンダーから上位進出を目指す。首位にはトータル11アンダーまで伸ばしているアクシャイバティア、米国。ローリー・マキロイ、北アイル・アンド。 はトータル5アンダーで予選ラウンドを終えた。